でしょうか、文化であったり、あるいは伝統であったり、誇りであったり、いろんなものがですね、この日本から生まれている、この日本の国がですね、日本人が日本の進路を決めるんではなしに、多くの外国人、あるいは国々によって、またそういった勢力によってですね、日本の進路というものが歪められていっているんじゃないでしょうか。今ここで我々はもう一度立ち上がってですね、日本のことは我々日本人が決めるんだ、このような、あるいは日本の国は我々日本人が守るんだというような、そういったものを取り戻していかないなくてですね、本当に我々の次の世代、その次の世代に日本の方を渡すときに、もう傾いた国家、ボロボロになった国を引き継がなくてはならないというようなことに成り変わってしまうんじゃないでしょうか。今ここで我々は本当にかけがえのない日本の素晴らしい歴史である、あるいは伝統である、そしてまた技術である、人情である、そういったものを何としても失わないようにやっていかなくてはなりません。今日本はですね、少子化の問題、劇的な少子化の問題が非常にその社会構造の変化というものを伴ってですね、日本の国の本当に土台というものをですね、あれを作ってます。なぜこのようなことになるんでしょうか。やっぱり日本の将来に対する大きな不安、子育てに対する不安、あるいはまた経済的な不安、そういったものがですね、多くのお母さん方に取りましてですね、子供を産み育てるような、そういうふうなより良い環境じゃなかった、あるいはまた誇りも失った、そういうふうなことで少子化というものがですね、本当に劇的に進行しているんじゃないでしょうか。やっぱり我々はここでそういったものをですね、取り戻して、本当に子供たちが日本に生まれた誇りで喜び、我々のご先祖は本当に素晴らしい人たちであった、日本の文化、歴史、伝統というのは素晴らしいものであったということを確認できるような、そのような日本を取り戻していかなくてはなりません。我々はですね、この数十年間戦争に負けて以降ですね、本当の意味でそういったものを見失ってきた、この69年間ではなかったでしょうか。そういったものを今再確認してですね、やっぱり失ってはならないものを我々は取り戻していかなくてはならないというふうに思います。それからさっき浜上さんも詳しくおっしゃいましたけれども、今16名の候補者が出ております。そのうち特にですね、4名の方が主な候補者とされておりますが、坂上さんを除く後の3名の方がですね、そういった方々に本当の意味で行政能力、あるいはまた東京を変える、そして都民の命を救う、そういったことができるのかというと、本当に心の深い状況ではないでしょうか。つい坂上国交さんだけはですね、そういった能力、そういったものを深く能力を合わせ持った人ではないでしょうか。坂上さんの素晴らしいところは、一番によるとやっぱりこの勇気ある人である、そして真実を述べる、あるいはまた能力がある、絶対に逃げない、都民の暮らしと生活を守る、命を守る、